ヘンリー・プレーザー・フレッチャーヘンリー・プレーザー・フレッチャーはアメリカ合衆国の外交官。1873年4月10日、フレッチャーはペンシルベニア州クリーンカスルにおいて誕生。1898年にセオドア・ルーズベルト率いる義勇気有機兵隊ラフライダーズに所属して米西戦争に参戦した。1899年から1902年までは注意として 米非戦争に参戦。その後は外交官として働き、中地理大使、中メキシコ大使、中ベルギー大使、中ルクセンブルク公使、中イタリア大使を歴任した。1921年には国務次官を務めた。1959年7月10日、フレッチャーはロードアイランド州ニューポートにおいて死去した。フレッチャーの遺体は、 アーリントン国立墓地に埋葬された。父親はルイス・ヘンリー・クレイ・フレッチャー。母親はマーサイ・レンローであった。フレッチャーは1917年7月25日にベアトリス・ベンドと結婚した。ありがとうございます。